皆さんこんにちは、バンガードチャンネルです。今週の終盤でメガコロニーのバンガードレアとトリプルレアが公開されました。こちら2枚ですね。リアガードサークルのマシニングスターグビートルでソウルからコールして、バンガードサークルのマシニングスパークヘラクレスでスタンド。しかも自分のパワーはアップして相手を弱体化させる、分かりやすいコンボカードになってます。今週紹介するメガコロニーのカードはその2枚と相性がいいカードですので、よければ終盤もご覧ください。それではまずは今回の段のトリガーのセンチネル3枚のご紹介です。今回もクランごとに一番最初に出たセンチネルがドロートリガーになって再登場です。いやー懐かしいですね。結成チーム Q4 の発売以降 BCF なんかを見てますと、トリガーとセンチネルが合わさったことでデッキの自由度は結構上がってるように感じます。センチネルを入れていた枠にデッキタイプやクランのギフトに合ったカードを入れることができるので、前よりもオリジナリティが出しやすくなってるみたいですね。それでは今回紹介するメガコロニーのカードの1枚目、マシニングホーネットです。このカードのアタックか、ブーストしたアタックがバンガードにヒットした時、ヤバ札の上から6枚見てグレード3を1枚まで公開し手札に加えます。リアガードサークルにいる時に手札に加えたらこのカードをソウルに置きます。先週紹介したマシニングマンティスと同じく手札のグレード3を増やすことができます。カウンターブラストやソウルブラストなしで効果が使えるのがものすごく使いやすいです。効果を使うとソウルに入ってしまいますが、さっき紹介したマシニングスターグビートルの効果を使えばまたコールすることができます。ちなみにバンガードサークルにいる時も効果が使えるので、高校のグレード1の時にこのカードにライドしてアタックできれば綺麗な動きができます。手札にあれば優先的にライドすればいいと思います。続いてご紹介するのはホワイトタイトエンドです。アタックした時自分のリアガードが4枚以上ならバトル中パワーをプラス1万します。このカードのいいところはもともとパワーが8000あるところです。8000あるのでブーストに回ってもパワーラインが下がることがなく、前列に来て効果を使えば1万8000でアタックできるので、パワー1万3000の相手にも1万のシールドを使わせることができます。普段はブーストとして使い、グレード2以上が場にいなくなったら前列に移動して使うという使い方がおすすめです。続いては立ち風のグレード2、アテンプトマンモスのご紹介です。こちらガード制限を持っているカードです。このカードがアタックした時、相手は手札からガーディアンを2枚以上じゃないとコールすることができません。ノバグラップラーのバトルドアファイターと同じガード制限ですね。もう体感した方も多いと思うんですが、このガード制限はかなり厄介です。例えばガードに必要なシールド値が5000だとしても2枚以上でなければコールできないので、相手は5000を2枚使う必要があります。もしくはグレード3も一応シールド値0のカードとして使えるので、5000とグレード3というような感じでガードする必要があります。いずれにせよ2枚のカードが必要なので、低いパワーでも相手に手札を多く使わせることができます。またセンチネルを使われたとしても、センチネルプラスもう1枚のガーディアンプラスセンチネルのコストと3枚手札を使わせることができます。インターセプトは手札からコールしていないので、アテンプトマンモスの効果には関係ありません。攻める場合も守る場合も気をつけてください。このアテンプトマンモスですが、アタックしたバトルの終了時にこのユニットについている武装ゲージを1枚捨てないと退却してしまいます。ソニックノアでブーストして毎回武装ゲージを貯めてあげてください。続いてのご紹介はユナイトアタッカーです。ギフトアイコンフォースを持つグレード3ですね。1ターンに1度ソウルブラスト7することで、山札の上から5枚見て5枚までリアガードサークルにコールします。その後そのターン中前列にいるユニット3枚にパワープラス5000します。コストが重いのですが、ターンが経過していればすでにご紹介しているこの3枚、ジャガーノートマキシマム、ハイスピードブラッキー、ワンダーボーイたちがソウルにたくさんいると思いますので、ソウルブラスト7も支払えると思います。逆にこの3枚はユナイトアタッカーの効果を使うことを見越してどんどんソウルに入れておきましょう。手札が尽きた後半、このカード1枚で盤面を立て直すことができるので、 1,2 枚デッキに入っていると面白い動きができるかもしれません。それでは今週の YouTube 限定公開カード、強毒怪人ヘルデマイズのご紹介です。こ
ちらは相手の動きを封じることが得意ないかにもメガコロニーといったカードです。リアガードサークルに登場した時、相手のリアガードを1枚レストして自分のリアガードを1枚スタンドします。マシニングスターグビートルから出てきたら自力でスタンドすることができます。自分のリアガードなら何でもスタンドできるので、先週紹介したジョーキュラーシカーダをスタンドするのも面白いと思います。ちなみにカードの効果は可能な限り解決するので、相手のリアガードが0枚でも自分のリアガードをスタンドすることはできますので、覚えておくといいと思います。さらにこのユニットと同じ縦列にいる後列の相手リアガード全てはスタンドフェーズにスタンドができなくなります。次のターンの攻撃力を減らすことができます。どちらもリアガード能力です。ギフトアイコンも持っていないのでリアガードで使ってあげてください。以上、今週の今日のカードでした。最近視聴数も登録者数も増えてきてありがたい限りです。アニメなんかはコメントも結構いただいております。ありがとうございます。あ、チャンネル登録まだの方はぜひ右下のボタンを押して登録よろしくお願いします。今回今日のカードは少し詳しめにカードの紹介をしました。もっとコンボを紹介してほしいとか、簡単に説明してほしいとか、要望をお待ちしておりますので、今日のカード動画でもコメントいただけると嬉しいです。今週も最後までご視聴ありがとうございました。